トムソーヤの冒険30ホラーなに残されたトムとベッキー日曜日の朝白々らら明けかかった頃ハックは手探りで丘を上りあのロー・ウェールズ人の家の戸を静かに叩いた中の人たちは眠っていたが夕べの ハラハラする事件のおかげでちょっと触ればすぐ爆発するような仕掛けになっているような眠りだった窓から声がした誰だハックは怯えたような低い声でそれに答えた「お願いだから入れておくれよハック・フィンだよ」。 その名を聞けば夜であろうと昼であろうとこのとは開けざなるまいて大歓迎だよこれはフロージハックの耳には聞き慣れない言葉だったこれまで聞かされた言葉の中でこれほどうれしいものはなかったハックは自分にこういう言葉をかけられたのはまだ聞いたことがなかった入り口のかけがねは すぐに外されハックは中に入った老人と二人の背の高い息子はハックに椅子を勧めておいて素早く着替えにかかった「さてお前うまくおなかが減っているとよいがな朝飯は日の昇り次第すぐ用意できるからなしかも暑くてフうフういうやつをやるとしよう」。 なにもしんぱいするなうちじゃみんなおまえがゆうべここへもどってきてとまればいいとおもっていたんだほら、おっかなくてたまらなかったんだよだからにげだしたんだピストルがなったときかけだして3マイルもずっととまらなかったよおれがここにきたのはあのことをききたかったからだよねえ 日が昇る前にやってきたのはあいつらに出くはしたくなかったからなんだやつらもう死んでるかもしんねえけど会いたくねえからよしよしお前一晩中ひどい目にあったようだなまあ飯でも食ったらこの寝床で眠ればよいうんやつらは死ななかったよそれを考えると残念で仕方がない お前の話でくせ者の潜んでいるところはすぐ分かったそこでそーっとやつらの15フィート手前まで忍んでいったんだあの道は地下室のように真っ暗だったその時急にくしゃみが出そうになったんだなんて運が悪いんだわしは無理にこらえようとしたんだがダメだったどうにも我慢ができず とうとうヘクションとやってしまった。わしはピストルを上げて先頭にいたんだが、くしゃみが出てクセモノどもがゴソゴソ藪の中へ潜り込もうとしたとき、わしは撃てとせがれたちに怒った。そのガサガサとするあたりめがけて一発ぶっぱなした。せがれたちも撃った。やつらは。 目にも止まらぬ速さで逃げ出したわしらもすぐ森の中を追っかけ回したわしらの弾は外れたらしい逃げながらやつらも一発ずつぶっ放したがヒュンと耳元かすめただけでわしたちはけがもなかったくせ者のな足音が聞こえなくなったので追跡は諦め駆け下りていって巡査をたたき起こした。 巡査はすぐ村の衆をかき集めて川岸の警備についた夜が明けるのを待って所長とその一帯が山狩りをすることになってるうちの息子たちもやがて加わって人働きするところさところであの圧巻どもの人相や何かがわかるといいんだがそうすればどのくらい役に立つかわからんものなあ ししかしお前あの暗闇じゃやつらの格好などよくわからなかったろうなうんうん分かってるよ俺は村であって後をつけてきたんだよそいつはうまい様子を話してくれどんな格好だったか話してくれ一人は推しでつんぼのスペイン人だよ一二度村にやってきたことがある もう1人は意地悪な顔のボロを着た。それだけ聞き合い,い。俺たちも知ってる。いつかダグラス屋敷の裏の森であったらこそこそ逃げ出したわ。さあ、お前たちって警察署長に教えてこい。朝飯は明日の朝でいい？ウェールズの息子たちはすぐさま飛び出した。 息子たちが部屋を出るときハックは飛び上がって叫んだ「ああお願いだから俺があいつらのすることをしゃべったなんて誰にも言わないでおくれよおおお願いだよよしお前がそう言うんならしゃべらんよだがハックお前も自分のやったことを認めてもらってもいいんだぜ」。 お,お願いだお願いだから言わないどくれよ若い息子たちが出ていってしまうとロー・ウェールズ人が言った「せがれたちはしゃべらんよわしもしゃべらんだがどうしてまた人に知られたくないんだ」ハックはその悪人の一人について前からよく知っているので 自分がその男の利益にならぬことを少しでも知っているということをそれ以上知ってるように思われたくないそれを知ったらきっと殺されちまうんだというほか詳しい説明をしなかった老人は改めて秘密を守る約束をしたあとで言ったどうしてやつらの後をつける気になったんだ 怪しく思ったのか。ハックは十分用心深い返事を考え出すまでしばらく黙っていた。なあおじさん俺はいい星の下には生まれなかったよみんなもそう言うしおらそうかもしれんねえそれで考えると眠られなくなっちまうことがよくあるんだよそんな時には なんとかしてそんな考えをなくしてしまおうと思ってるんだゆうべもそうだったんだ眠れねえもんだから夜中近くまで通りをぶらぶら行ったり来たりしたんだよちょうどあの禁酒やドヤのそばの壊れかかったレンガの倉庫のとこまで来た時壁に寄っかかって考え事しようとしたんだその時さあいつが なんだか変なもの抱えて俺のそばを風のように通っていったんでさこれはてっきりやつらが盗みをしたんだと思ったんだ一人はタバコをふかしてたんでもう一人が火を貸してくれって言ったよそこでやつらは俺のすぐ前に泊まって葉巻の火ででかい方のやつがあのスペイン人だってことが分かったんだ 白い頬ひげと眼帯でわかったんだもう一人のやつはボロを着た悪党でタバコの明かりでボロが見えたのかこの質問はちょっとハックをまごつかせた「うん俺知らないけどさなんだか見えたような気がしたんだよ」。それでやつらは歩き出して。 それからお前は後をつけたのさそうなんだよこそこそ行くから見届けてやろうとしたんだ俺は御家さん地の裏口までくっついてって暗闇の中で立って聞いてるとボロのやつが御家さんを殺すなって頼むとスペイン人が御家さんの顔を台無しにしてやるんだって毒づいたのさ ゆうべおじさんと息子さんに話したみてえに何だと口の利けないやつがそう言ったんだってハックはまた大しくじりをやった注意に注意を重ねてあのスペイン人が誰だか少しも暗示を与えまいとしたのにその一切の努力を裏切って下のやつが こととをもつれさせようとしているのだこの自分で招いた落とし穴からはい出そうとして何度も勤めてはみたが老人の目にぴたりと見据えられてヘマばかり言った間もなく老人が言い出した「わしを怖がることはないよどんなことがあっても髪の毛一本触らせはせんよいや お前を守ってやろうというんだ守ってやるつもりだあのスペイン人は推しでもなければツんボでもないなお前はうっかり口を滑らしちまったというわけだな今となっちゃしかたがないお前はあいつのことで隠しておきたいというわけだなさあわしを信じなよわしを信じてそれを言ってみな わしはお前を裏切りはしないぜ。ハックは老人の正直な目を一瞬見つめたが、耳の中に囁きかけた。「あいつはスペイン人じゃないんだ。インジャンジョウなんだ。」老人は椅子から転げ落ちんばかりに驚いた。 「そしてすぐ言った。それでわかったお前から話を聞いた時はわしゃこりゃ作り事だと思ったんだ白人はそういう仕返しはしないからだよだがいいんじゃんじょうこれなら話が違うわ朝食をとりながら話は弾んだ。 老人がゆうべ寝る前に息子たちとカンテラを下げてもう一度あの裏口まで出かけていって血の跡はないかと近くを探しに行った話をした血の跡は見つからなかったがただ大きな「何!」もしこの言葉が伝統だったとしてもハックの青ざめた唇からこんなにとっさに 飛び出しては来なかったろう目をかっと開き息をのみ返事を待っていた老人の方もハックをにらみ返した三秒五秒十秒やがて答えた泥棒の道具の束さおお一体お前どうしたんだ ハックは後ろへもたれかかり静かにあえいだ何とも言えずありがたかった老人は好奇心に駆られてじっとハックを見つめていたがやがて言い出した「そうだ泥棒の七つ道具だそれを聞いてお前ずいぶん安心したようだななぜそんなふうに考えたのかなわしらが」。 「何を見つけたと思っていたんだね」「ハックはタジタジした」「物といそうな目はハックをじっと見据えた」「もっともらしい返事をなんとかひねり出そうとした」が「が少しも浮かんでこなかった」「物といそうな目は霧のように深く深くもみ込んでくるどうもこうもない」 出まかせに意味のない返事を力なく口に出してしまった。日曜学校の本かと思って、哀れなハックはひどく苦しい気持ちだったので笑顔を浮かべるどころではなかったが、老人は頭から足の先まで体をもんでうれしそうに大笑いした。 これだけ大笑いすると医者の感情書きがうんと減ることになるからポケットに金がたまるようなもんだと言ったやっと笑いを収めた「かわいそうに顔色も悪いしやつれてるよ少し具合が悪いんだろう無理もないわ少しばかり驚いたんだからな」。 何時期よくなるよよく眠って休めばすぐよくなるよ」。ハックは「あんなにおかしな興奮を示すなんてなんとバカだったろう」と考えるとイライラした。未亡人の屋敷の裏口で話を聞いた時すぐ男たちが宿屋から持ってきたのは宝物でない」。 と気づいていてたのに彼はそれが宝物でないとただ考えただけなので宝物でないと知っていたわけではないだからあの荷物のことを言い出されるとたちまち落ち着いてなどいられなくなっただがこの小さい出来事は嬉しいものだったまず何よりもそれがあの荷物でないことが きりかかったからであるそこでやっと安心し大変気持ちがよかったまったくいろいろのことがうまい具合になってきたようだった宝物は今もまだ二号室にあるに違いないやつらは捕まってその日に牢屋にぶち込まれるだろうトムと二人でその夜金貨を持ち出すのに 何の心配も恐ろしい邪魔もないだろうちょうど朝食が終わった時棟をたたく音がしたハックは飛び上がって隠れ場所を探したちょっとでもゆうべの事件に関わり合いたくなかったからであるウェールズ人は何人かの紳士縮小部屋の中へ招き入れたその中には ダグラス見るとダグラス屋敷の裏口見物におを登ってくる連中が続いていたすでにうわさは広まったと見えるウェールズ人はこの客たちにゆうべの事件を話さないわけにはいかなかった命を助けられたことを未亡人は心から感謝の気持ちを表した。 まあまあそれはおっしゃるなわしらよりもあなたが感謝しなければならない人が一人おりますだがその人の名前はわしの口からは言えないことになっていますその人がいなかったらわしらはあそこへ行けなかったのですからなその言葉はもちろん 大いに好奇心を誘ったので本筋の事件を小さく見せたほどだったが老人は客たちの頭に勝手に染み込むままにさせておきそれを通じて村中にどんな噂が広まろうとかまわないと思った秘密はあくまでも秘密として打ち明けるのは勘弁してもらったその点のほか みんな聞き取ると未亡人は言った「私は寝床に入ってから本を読んでおりましたそれからぐっすり眠ってまるで外の騒ぎは知らなかったのですなぜ起こしてくださいませんでしたの?」「役に立たんと思ったからですやつらが引き返してくるおそれは」 まずなかかったですからな七つ道具を取り上げられたからですよ。それがわかっているのにあなたを起こして死ぬほど恐ろしい思いをさせてみても仕方がないでしょう。実はうちのクロんボを3人、お宅の見張りに朝までやっておいたんですよ。あれらはちょうど引き上げていきましたわい。 またた別の客が来た繰り返し繰り返しそれを話すのに2時間以上もかかった学校の休みの間は日曜学校もなかったがみんな朝早くから教会へ集まってきたあの大事件がしきりに話題に上った噂によるとあの2人の悪感はまだ見つからないとのことだった。 説教が終わりサッチャー判事夫人が人々と一緒に通路を歩いている時ハーパー夫人と肩を並べたので声をかけた「うちのベッキーは今日一日眠ってるつもりなんでしょうかきっと疲れきっていますのね」お宅のベッキーええとびっくりした顔を見せて。 ゆうべはお宅に泊めていただいたのではありませんのまあいらっしゃいませんよサッチャー夫人は真っ青になってそばの腰掛けに座り込んでしまったその時友達と元気に話しながらポリーおばさんが通りかかったポリーおばさんは言った「おはようサッチャーさん。 おはよう、ハーパーさんうちの子はまた雲隠れしたらしいんですよ。友はゆうべお宅に泊めていただいたのかしらどちらかのお宅にそれで私が怖くて教会に来られないんじゃないかしらこの始末はつけてやらなくっちゃ。サッチャー夫人は弱々しく首を振って顔の色は前よりも青ざめた。 「トムはうちへも泊まりに来ませんでしたわ」と答えたハーパー夫人も不安そうな顔になったポリー・おばさんの顔にも心配の色が浮かんだ「ジョー・ハーパーあんた今朝うちのおトムと会わなかったい,いえトムと最後に会ったのはいつなの?」。 ジョーは思い出そうとしてみたがはっきり言えなかったみんなは教会道から流れ出してきて足を止めたささやきが伝わっていった誰の顔も不安な表情で曇っていた子供たちは気がかりな質問を受けた日曜学校の先生たちも同じだったトムとベッキーが 帰りの蒸気船に乗っていたかどうか気が付かなかったとみんなが口をそろえて言った何しろ暗かったし人数を調べようなどという考えは誰の胸にも浮かばなかったのだとうとうある若者が自分の恐れていたことをぶちまけるように叫んだ「まだあのホラー穴にいるんだ」。 サッチャー夫人は気絶したポリー・オバさんは「あ、はあ」と叫び声を上げて両手をしっかり握りしめたこの驚くべき出来事は口から口へ群れから群れへ町から町へ伝わっていった5分の後には激しく警鐘が鳴り村中が動き始めた。 カーディフの丘の事件はたちまち影を薄くし泥棒たちのことは忘れられ馬には蔵が置かれボートは人で鈴なりになり蒸気船は駆り出された驚いてから三十分とたたなかったホラー穴へホラー穴へと大通りに川に二百人もの男たちが急いだ 長い午後の間村中は空っぽになり静まり返っていたポリーおばさんとサッチャー夫人のところへは次々に婦人客が訪ねて行って慰めたみんな一緒に泣き出したこれは千百の言葉よりもよかったのだ長い退屈な夜の間村は知らせを待ち暮らしたが ついに夜明けになってももっとろうそくをおくれ食べ物をおくれと言ってくるばかりだったサッチャー夫人は気も狂わんばかりだったポリーおばさんもまた同様だったホラー穴からはサッチャー判事が望みを持って勇気を失うなと頼りをよこしたが本当の喜びを伝える言葉は 行っってこなかったその朝ロー・ウェールズ人はろうそくのしたたりで汚れ泥まみれになり疲れきって家に帰ってきた見るとハックはまだ自分にあてがわれた寝台に寝てあまりの高熱から上ごとを口走っていた村中の医者はホラー穴に詰めているので ダグラス未亡人が病人人の看護に来ていた。未亡人が言うには「全力を挙げて病人の看護にあたってみよう」「この子が良い子か悪い子かどちらでもないかそれは知らないが神のものである神のものである限りなおざりにして良いものは一つもないはずだ」という意味のことを言った。 老人はハックにもなかなかいいところがあると言ったすると「そのいいところを信頼してもいいのではありますまいかそれこそ神のしるしですものね神様はそれをあの子から取り去るようなことはなさりますまいよええそんなことございませんとも神の見てから来たものは 誰でもどこかにそのしるしをつけておりますものね」と見放人は答えた。朝のうち人々は疲れて続々村に引き上げてきたが、よりすぐった強い男たちは残ってホラアナの捜索を続けた。いろいろ集まった知らせによると、ホラアナをずっと奥までまだ誰も。 行っったた。こことととののなないいい奥の方までくまで、く探しているということだった「あらゆる隅々割れ目までも探しているということだった迷路の奥深くどこにいてもあちこちにろうそくの光はちらちらと見え叫び声やピストルの音が陰気なホラーな一体にこだましているのが聞こえた」ということだった。 普通の遊覧客が行くところからはるか離れた奥の方の岩壁にろうそくのすすでベッキーとトムと落書きしてあるのが見つかったすぐそばにろうそくの油で汚れたリボンが落ちていたサッチャー夫人はそのリボンを見るとその上にかがみ込んで泣いたこれこそ愛二の形見だ こんなな尊いみは他にない。はにきっと恐ろしい死の来る前に生きている体につけていた最後の品物だろうからと言ったある人はこんなことも言ったほら穴のずっと奥でちらちらと明かりが見えるようだったので思わず万歳を叫び何人かの男たちが隊を組んで その中へなだれ込んでいったそんなことが何度もあったがその結果はいつも決まって苦い失望を味わうだけだった子供たちはいなかったそれは捜索隊の持っている明かりの反射にすぎなかった三日三晩というもののろのろと時間がたっていった村中失望に満たされていった 誰も彼も落ち着かなかった。その頃、禁酒宿の主人がウイスキーの類を家の中に隠しておいたことが偶然見つけ出された。これは驚くべき事実だったが、村人たちの心をほとんど騒がせないで終わってしまった。ある日正気に戻った時、ハックはこわごわ話を宿屋の方に持って行って、 最後に一番悪い場合をぼんやりと恐れながら自分が病気になってから金酒宿で何か見つかったのだろうかと尋ねた「ええそう」と未亡人は言ったハックはぎょっとして寝床から半身を持ち上げた目の色が変わった「何が?」。 何が見つかったお酒ですよ宿屋は商売を止められてしまいましたさあおやすみなさいなんてびっくりさせる子だろうひとつだけお願いたったひとつだけ教えておくれよそれを見つけたのはトムそうやかい未亡人はわ と泣き出した「さあ黙っていい子だから黙るのよ前にも言っておいたでしょあんたは話をしてはいけないってあんたはもうそりゃそりゃひどいひどい病気なんですよなるほどウイスキーのほか何も見つからなかったのだな。金貨だったら村中 大騒ぎになるはずだ騒がないところを見ると宝物は永久にどこかへ行ってしまったのだ永久に消えてしまったんだそれにしても未亡人が泣き出したのはどういうわけだろう泣くなんておかしいことだとこんなことをハックはぼんやり心の中で考えた弱っていたので体に応えたのだろう ハックみぼうじんでしまった未亡人は心の中でつぶやいた「ああ、眠ったかわいそうにトム・ソーヤが見つけたんだって誰かがトムを見つけてくれればいいのにああもう今はもうみんな希望もほとんどなく探す元気もなくなってしまったのではないかしら」。